はい、カルダノのレポートは今回が最後になります。商業の世界的側面を探求する、開発だけでなくてどう広めるかにも尽力しているのがこのカルダノの絵だということになります。ホワイトペーパー自体が非常にミクロかつマクロに述べてある論文で、プロジェクトはグローバルで壮大でありながら同時に ADA 利用者に対してとても、ね、繊細で配慮もなされていると感じられます。ホワイトペーパーを読んでいればね、本当にね感じるんですよね、こういうこと。まあなかなか感じにくいかもしれませんけど、難しい言葉ばかりで、現在のアルトコインの問題を提起して、それに対してリアルタイムで改善進化を繰り返す暗号通貨、それがカルダノADAです。ブロックチェーンそのものから根本から変えていってますね。今後ADAに関する全てのトランザクションは送金金額、公開アドレス、日時などが簡単に閲覧、検索可能になります。これ今まで他の通貨ではできなかったんですよ。だから送金の履歴って見れる見れるって言ってて見れないわけですよね。それがADAは見れるようになります。お楽しみに。で、過去のグローバル化、インターネットの普遍化が進んできた今日から学び、今日から学びですね、暗号通貨界では今後どうなっていくかという予測まで立ったホワイトペーパーをもとに開発されていること、やっぱり先人に見習っているってことが非常に大きいです。開発者トップが何度も言いますけど素晴らしい革新的人格者ですね。全てのプロジェクトはトップで決まります。どんな人がどんな思いでやってるか、これが全てです。儲けるためにやろうぜってものはね、儲かんないしカモになって終わりなんですよ。そうではなくて、皆さんのために本当に感謝と提供という概念がここに、極まるのかなと思います。で、ホワイトペーパーよりちょっと抜粋しますね。我々がカルダノを構築する理由は、開発と途上国、発展途上国のためのこのビジョンを提供する、少なくとも進展することに対して確実な見込みがあると判断したからですと。世界規模のプロジェクトに対してこの自信があるのが本当に嬉しいなと思います。私は以上を踏まえて、それ以外にもあるんですけども、より効果的に幾何学的に ADA が広まっていくと確信しております。 ADA に対する理由というのはチャールズ・ホスキンソンさんのツイッターのつぶやきにもあります。私はデイトレーダーを億万長者にするためにここにいるのではないと。私は世界を変えるためにここにいるということです。この言葉を忘れないようにしていきたいと思います。私も投資家としてですね、自分の利益とか自分の損得にやっぱり目を留める時もありますけども、多くはですね、また世界を変えるためっていう風な形に私もね、資金移動を心がけていきたいと思います。 CE のツイッターのつぶやきから投資する投資家も数多くいるんですよね。わかりますよね、やっぱり人格人徳なんですよね。で、単純に最先端で時代最高峰のもので可能性のあるものに投資したいという思いもあるんですけども、皆さんも同じだと思います。さあ、まとめていきますよ。ステーキング開始後、ダイドルスウォレットに数年保管する人も多いと予測されます。ステーキングしたら最後取り出せない、売れない状況にありますので、一定期間、提供期みたいな形になります。値段が下がりにくくなります。で、開発が進みどんどん精度が増し、 ADA は知られながら需要は増える一方で供給量が少なくなるという形で価値を高めていく方法ですよね。ゆえに2020年には、価格は膨れ上がっているというのが、私どもね、私自身の予測です。おそらくホルダーの方々も同じ予想の人は多いことだと思うんですけども、ここまでに述べて書いてきているんですが、もはや冷静に売るっていう発想が出てこないですよね。もう本当にひいき目なしに、まさに格が違うという、すごいですね、ショッキングですね。おそらくイエス・キリストが現れたようなショッキングさだと思いますけども、皆さんどう感じでしょうか。では長いね論文の方になりました。ご覧いただきまして本当にありがとうございます。以上は私がねこういうふうに思ったこともどんどん挟んでいきましたけども、カルダノの占い理由の100ということでまとめられているサイトを参考にさせていただきました。それでは皆さん、これからもカルダノのADAよろしくお願いします。速稼塾万歳はい、失礼しました。